久しぶりの大好きなポータマでーす。大好きな、毎回ね、ごめん、毎回同じやつ頼んじゃうんだけどさ、島豆腐のポータマです。これが一番好きです。いただきます。食べ方が毎回むずい。ほんと、後揚げが最高なの。ごめんね、食いさせて。めちゃめちゃ美味しい。そして飲んだことのないから頼んでみました。シークワーサー三品茶です。三品茶の中にシークワーサー入ってんの。三品茶のが強いね。三品茶9、シークワーサー1。マジで厚揚げがさ、ふわふわなのね。で、この油味噌とさ、このご飯がね、ほかほかだし、この卵もマジでもう全部が美味しいし、全部のサイズ感がマジでもう計算され尽くされてる。ごちそうさまでした。お風呂に入ってさっぱりしました。ということで、さっき買ったエンダ食べていきたいと思います。美味しそうな匂い。夜に食べる背徳感半端ねえ。コニードッグ、パンが張り付いてる、張り付いてる、張り付いてる。美味しい。マジでエンダーのコニードッグ本当に美味しいんだよね。この上に乗ってる玉ねぎ半端ない。シャキシャキ。エンダーのパンマジで美味しいよね。ふわふわ。ちょっと持って帰ってきて、しかもお風呂入ったから時間かかっちゃったけど、冷めててもめっちゃ美味しい。完食です。ごちそうさまでした。はい、ということで2日目もね、無事に楽しんでやることができました。明日はゼッケンのビブスを受け取りに会場に行ったり、近くの国際通りとかもちょっとそっちの方行けたらいいなって思ってますけれど、まずは早起き頑張ります。ということで、今日もこのままぐっすり寝て明日に備えていきたいと思います。それじゃあ、おやすみなさい。おはようございます。朝です。めっちゃ寝れたけど、めっちゃ眠たいです。今から身支度をしていきたいと思います。わかりますかね、大雨です。びっくりするぐらい雨が降ってます。雨、風すごいです。なんか波浪警報出てて、ちなみに折りたたみ傘は曲がりました。今の強風で緊急で動画を回してます。すごいです。前回来て買えなかったポーポーを買うことができました。早速いただいていきたいと思います。沖縄クレープと呼ばれているポーポー、匂いの感じは黒糖蒸しパンっぽいです。早速。うわ、本当になんか蒸しパンだ。黒糖蒸しパン、すっごい好きなやつ。昔ね、小学校の頃よく食べてたパンに似てます。美味しい。朝ごはんにも、ちょっと小腹が空いた時にも良さそうです。そろそろですね、昼を食べたいなと思ってたところで、今日はここにやってきました。
じゃじゃーん、キャプテンズインさんのステーキ食べていきたいと思います。なんかですね、沖縄にしかないとのことらしいので、ちょっとねどんなステーキがあるか楽しみです。テンダーロインステーキコース気になります。ということで早速お店の中入ってステーキいただいていきたいと思います。飲み物を注文しました。シーサー、可愛くないですか、すごい。あ、なんかシークワサーな味です。陶器が、これガチで陶器なの。すごいすごい、魚が踊ってるわ。行ってますね。ステーキ食べてきました。めちゃくちゃ美味しかったし、めちゃくちゃ楽しかったです。じゃじゃーん、飲んでたシーサーを洗ってくれるのかと思ったら、こんな箱に、立派な箱に入れてくれました。これはねありがたいです。割らずに持って帰れそうなので安心。それじゃあこれからちょっとブラブラ歩いてのんびりしたいと思います。相変わらず食べてばかりの沖縄旅行、美味しいものたくさん食べることができて幸せです。次回の動画では最新体験に行ってきます。毎週金曜日の9時にプレミア公開やライブ配信をしていますので、ぜひチャンネル登録と高評価と通知をオンにしていただけると嬉しいです。それじゃあまた次回の動画でお会いしましょう。またねー。